いや、皆さん元気されてますか？うさぎでございます。ということで、今回も動画撮っていこうかなというふうに思っておりますが、福永弁護士の方がですね、まあ、いろいろとやられてまして、プラスアルファでですね、まあ、なんていうかな、出馬表明をされたということで、東京中国補選の関係ですね、出馬するということで言われておりました。で、なんかアンチ界隈の人たちが結構ざわざわしてるんですけど、話されてるんだけど、うまくいきっこないとかなんちゃらかんちゃら言ってるんですけど、立花さんは今までの政治的な手法を使ってですね、今回ね、出馬的な、まあ、なんていうのかな、いろいろと言及されてるわけですよね。なので、花から全部ですね、否定するつもりではなくて、彼が今やろうとしてることっていうのの、まあ、なんていうのかな、大丈夫かダメかっていうことだけをですね、考えてもらいたいな。できるはずないっていうふうに花から決めるんではなくて、どういった理由で、立花さんの今回の手法っていうのは、うまくいくはずないんじゃないかみたいなふうにね、考えているのかっていうことをね、意見してもらいたいなというふうに思ってしまいます。なんていうのかな。そもそも広告代理店とかで仕事したことがない人が、広告のことについて口出してるっていうこと自体が、まあ、どれだけですね、なんていうのかな、プロとしてじゃなくて素人としての意見としてね、言われてるかっていうのがね、まあ、わかってください。単純にね、まあ、見ててですね、見にくいというふうに思ってしまいますね。アンチの人たちね。それこそ YouTuber でもないわけだし、もっと言うと YouTube 広告とかっていうのを使ったことがない人たちがですね、とにかく広告のことについてね、口出しても意味ないんじゃないかっていうふうに僕は思ってしまいます。まあ、それこそアンチじゃないけれども、支持者の界隈の人たちだったらですね、東京中国、東京都知事選の関係ですね、なんていうのかな。30名立候補させるっていうのはすごくいいんじゃないかということで、まあ、賛辞の声もある中、アンチの人たちはね、肌からそういった理論だったりとか根拠だったりとかっていうのが乏しいですね。なんていうのかな。否定の仕方をされる人たちがすごく多いので、まあ、ちょっとそれはちょっと良くないんじゃないかなっていう。ちょっとっていうか、まあ、だいぶ良くないですよね。まあ、自分なりの意見っていうのを書くのが Twitter だったりとか、それこそ YouTube のコメント欄だと僕は思ってるんですけど、言いっぱなしジャーマンになってる人たちがすごく多いですよね。はい。ちゃんと相手を納得させるために、例えばなんだけど、立花さんが、真っ当なね、選挙に挑んでほしいっていうふうに思ってるんだったらですね、こういう形でですね、今すごい、ブランドとして、立花さんのブランドとしてですね、イメージとしてマイナスですよっていうことをですね、言うんだったらまだしも、なんていうのかな、肌からなんか、こう、なんていうのかな、会社とかでイライラしたことだったりとか、うまくいかなかったことに対して、なんか立花さんにね、まあ、ひどい言葉をぶつけてるっていうようにしか僕はね、単純に見えないですね。はい。情けないです。普通に大人として情けないので、まあそういうのはですね、ちゃんとしまってですね、自分の中でね、処理できるようにしていただきたいな、というふうに思っております。ということで、福永弁護士ということで、NHK から、党からですね、東京中国の関係ですね、補選出馬表明ということで、エベレストから選挙活動へということでね、すっごいことになってきてるぞ、という話なんですけど、弁護士の福永克也氏ですね、14日ということで都内で会見されましたよと。で、まあ、東京中国の関係補選ですね、16日告示の28日の、投開票ということで、NHK から国民を守る党で出馬表明をされましたよということで言っておりました。ね。で、ここからですね、2日前の NHK の党のですね、まあ、いわば立花党首からですね、出馬を打診された福永さんに関してはですね、今からですね、日本は、まあ、もう、すごい閉鎖的でもあってですね、少し目立つ人がいるとね、叩かれる風潮が続いていると。ね、これは、なんていうのかな、それこそ、なんていうのかな。有名な事例で言うんだったらですね、岡本太郎さんだったっけ？太陽の塔を作った人ですよね。あの人もね、出る杭打たれるって言って、まあ、なんかそんな感じがしますよね。万博の時と同じようなイメージ。まあ、そういう時にね、大天才っていうのが生まれたりとか、それこそですね、すごいでかいですね、フェーズですよね。それこそ当時の万博って言ったらさ、経済成長を真っただ中の状況下でね、こんな感じでですね、すごい鬱屈とした、世間のね、動きではなかったわけですから、でもね、まあ、なんかね、その前の段階だよね、自分がやろうとしてることだったりとかしようとしてる人たちですよね、そういう人たちを叩いていくっていうのはね、なんか確かに立花さんが言ってることはね、わかる気がするなというふうに思ってしまいますよね。で、もっといかがわしい人に活躍できるようなですね、社会があってもいいんじゃないかということで、もう少しね、許容して育てていくということで、本当に社会を変えていく人が出てくるというふうに思いがあったと。ね、奇抜で国会議員二人をね、誕生させた実績もある立花さんがやってくれっていうことであればですね、僕は全力でね、応援させていただきますということで了承したということで、出馬経緯については言われたということなんですね。で、福永さんに関してはですね、東京電力の原発事故の関係で、被災者のですね、賠償請求の関係ですね、代理人を務めたほか、ネット上で誹謗中傷されてね、悩まされていたホリエモンさんだったりとか、ハーチューラさんからですね、開示請求の名を馳せたということで、バックパッカーで、世界中の山を登る冒険家でもありですね、1年のほとんどは海外で過ごしているということで言われております。まあね、結構ね、外国からいろんな、情報発信されてたりとかしましたよね。それこそ、東南府の時もですね、なんか、
なんていうのかな、外国の綺麗な海で動画撮ってたりとかして、あ、この人は多分別世界の別次元の人なのかもしれないなっていうふうには思ってしまいました。で、まあ動画の構成をね、すごくホリエモンさんを意識されてるのかどうなのかわかりませんけれども、全然ですね、今2万7000人ぐらいですか、全然ですね、30万人とか40万人のですね、チャンネル登録者を抱えてもいいぐらいのですね、ポテンシャルは持たれておりますし、法律の解説だったりとかっていうのはすごくわかりやすいので、福永先生のですね、考え方ですよね。解釈の、まあ、法律を噛み砕く力ですよね。噛み砕いて、それを発信させる力ですね。っていうのは、福永先生は多分ね、多くの人たちからね、参考されるチャンネルになると僕は思ってるんです。なので、まあ、例えばなんですけど、東京中国補選だったりとか、それこそ東京都知事選に出馬してですね、あれこの人 NHK 党から出てるけど、すごい真っ当な人じゃないと。ね。っていう風に、まあなんていうか拡散されていけばですね、もっともっと、注目されるチャンネルだったりとか、注目される人に、なってもおかしくないと僕は思ったんです。それこそ、青白王子だって、一番最初にチャンネル開設して、立花さんが目つけて、で、立花さんが目つけてからガンって伸びたんですからね。そこの時からね、いろんなとこ活動、まあそれこそね、美咲くんがいろいろと活動されてたんだけど、一番最初に目つけたの立花さんだからねって話なんですよね。だって、青白王子と立花さんが、絡む必要性がないんだもん。だって当時逮捕されて、まあ出生直後ぐらいに、なんていうのかな。それこそホストやったりとか、やってたわけじゃない。ね、意味わからんこといっぱいやってたじゃない。焼き鳥やりました。焼き鳥じゃなかったっけ、なんかバイトしましたみたいな動画いっぱい上げてたけど。ね。まあ、みんなさ、100万人、チャンネル登録者行くとは思ってなかったよね。当時の時は。当時の青汁くんに関してはそんなこと思ってなかったけど、だから、立花さんにとってはあれはね、デメリットしかなかったんだよ。はっきり言うけど。だけど、ちゃんと目つけて、ね、これだけ優秀な人なんだから、なんていうかな、大丈夫なんじゃない、まあ、いわば、もっともっと成長するんではないかっていうふうに、っていうかね、立花さんのね、なんていうのかな、目のつけどころっていうのはね、確かに、ガーシーさんも40万とか30万の時だったかな。その時にね、目をつけて動画で紹介して今の状況になってるわけですから、福永先生もですね、そのレベルに達する、規模の、YouTuber としてですね、活躍できるんではないかなっていう。まあ、YouTube チャンネル自体がそれぐらいの大きさにね、なっていくんではないかなというふうに僕は踏んでるんですね。なので、福永弁護士結構ね、謙虚にね、いろいろと言われておりますけれども、そんなことないよと。ね、福永先生はすごいんですよと。もうちょっとその凄さ、自分の凄さについてね、自覚していただきたいなというふうに、謙虚にね、それこそなんか、美咲さんだったりとか、ホリエモンさんって、かなりなんか、雲の上の人かもしれないけれども、彼らに手を届きうる人なんですよ、あなたは、というふうにね、僕はね、ちょっと思ってしまいましたね。それこそ末端のね、なんていうかね、辺境にいる YouTuber として、言わせていただきたいなというふうに思いますけれどもね。うん、ということで。で、1年のほとんどは海外で過ごしていると。で、今回の補選に関してもね、告示日、こそですね、街頭で立つ予定だけれども、翌日からね、2回目のエベレスト登頂を目指して、まあ、もう本当に日本から行く、まあ、そのエベレストに行くということで言われておりました。なんか、話を聞く限りでは、エベレスト登頂するので3000万とか4000万くらいかかるらしいですね。ね、すごいよね。ね。いうふうに思ってしまいますが、頑張ってほしいなというふうに思います。ね、5月10日前後からね、25日ぐらいまで間は天気がいい日で、2、3回訪れるのでですね、まあそこを狙っていきますよと、選挙期間中ですけど、もうエベレストに入っていて、ベースキャンプにいるタイミングであればですね、衛星通信ができるということで、史上初じゃないですか。衛星通信で、エベレスト登頂の時にですね、登頂中に、なんていうかな、選挙的なですね、ことをやると。これもね、なんかね、ニュースになってもおかしくないかなというふうに思って、いや、それそうでしょ。皆さんね、気づいてないかもしれないですけど、それこそ、上村直美さんだったっけ、名前忘れちゃった。まあ、冒険家の方がおられるんですけど、その人が、例えばですね、今自分がチャレンジしているやつをですね、選挙だったりとか、こう、選挙で一緒にね、登頂しながら、いわばそのなんか選挙的なですね、発言をしていくということって、まあ、今までなかったわけですよね。それをね、なんかやっていくっていうのはすごいことだよな、というふうに思ってしまいましたね。まあ、すごいなって、もう単純にすごいとしか僕はもう評価できない。もう、だから、ね、そもそも、福永弁護士っていうのは異次元なんですよ。やってることが異次元なので、僕たちが理解しようと思っても多分無理だと思うんですよね。それこそホリエモンさんだったり、青白王子だったりとか理解できないでしょ？言ってること。まあ、言って共感できるところはあるかもしれないけど、やってることは理解できないでしょ？そう。そこが大事なんですよ、皆さん。ね。やってることが理解できないから僕はチャンネルの規模が絶対伸びるって言ってるんですね。で、そのきっかけを与えてるに過ぎないんですよ、立花さんに関しては。っていう話なんですね。っていうことで、福永弁護士全然ね、ポテンシャルは高いですよと。ね。自分がなんか、こう、謙虚にやってらっしゃるんですけれども、全然、もうそんな、待って、ホリエモンさんと青白王子と並ぶぐらい僕はですね、チャンネル登録を伸ばすんではないかなっていうのはずっと思ってます。で、その機会を立花さんは今回、打診したに過ぎないし、
東京都知事選に関してもですね、その件を打診して、参議院選に関しても多分それをやろうとする。で、今年1年はチャンネルを伸ばす1年にしたいなと、立花さんもそう考えてるんではないかなというふうに思ってしまいますね。はい、じゃあその次です。15区補選には、他にもですね、立憲民主党の酒井さんとか、日本維新の会とね、金沢さんとか、まあいろいろと言っておりますね。日本保守党の飯山さん除いて、その他の人間たちですね、まあ乙武さんはまあ、まあなんていうかな、まあ評価高いかもしれませんけれども、それ以外はですね、まあ飯山さんと乙武さんは認知力高いけど、それ以外はうぞうむぞうにしかならないので、まあそこら辺はどうでもいいんじゃないかなというふうに思ってしまいますね。はい。ということで、福永さんは、エベレストから YouTube で SNS でね、投票を呼びかけていくという異例のね、これすごいよね。なんかいろんな人たちがエベレスト登場中になんか SNS で発信すると何事だとかって言ってましたけど、どうでもいいじゃん。ね。それこそ、じゃあ自民党の裏金事件とかに触れろよ、お前らのアカウントって僕は思っちゃいますけどね。はい。ということで、これはすごいなと。すごいことが起きるぞ、というふうに思いました。はい。じゃあその次ですね。こんな感じでですね。皆さんの意見についてもですね。まあ言っていか、っていうか、あの人のことについても触れなきゃいけないのよ。なんやかんや言って。だって、ミンツク党の関係もさ、ちゃんと言わなきゃいけないでしょということでね。アンケート結果出ましたということで言われておりましたが、公職選挙上のですね、国政制度をみんなで作ると3月14日に挟んと、代表者である大津彩香さんは優雅な生活を楽しまれているようです。しかし、有権者の間でその生活費の出所っていうのは疑問を抱く声が上がっています。その通りですね。税金を受け取る国政制度の代表者として、大津さんは生活費のですね、出所っていうのをですね、明らかにするべきではないか否かということでアンケート取られておりました。閲覧用に関して 18%。総集に関してはですね、44票ということで言われております。まあ、統計的にはどうかなっていうふうに思いますが、まあ、少なくともですね、44票の中のですね、75% の方は、大津彩香さんの出所を明らかにした方がいいということで、言及されておりましたね。うん、こういうアンケートあったら、僕ちょっと見たらですね、絶対にいいねリツイートするんですけどね。ちょっと見逃してしまいましたね。はい。さあ、アッキーさんですね。いろんなこと言っておりましたね。はい。で、YouTube ライブもやってます。よけたらということでね。なんかこんな感じで、大津さんの立ち話、和解してますよ。そういうわけねえだろ、雑談しましょうということで、結構言われてる人たちもいましたね。ね。あ、そう、これ言わなきゃいけないね。大津彩香さんのね、秘書に関して、もうみんな一回はパクられてるやないかということかっていうふうに言われてたんですけど、いや、そうよね。その通りだね。いや、あんまりこういうこと言うとさ、またね、角が立つじゃないけど、そういう風になっちゃうじゃないの。ね。だけど確かにその通りだなって僕は思っちゃったね、この関係に関しては。みんな一回パクられてるやないかっていうね。いや、その通りですね。はい。長生き太郎さんですね。衆議院補選で福永弁護士を、立候補させると。ね。東京都知事選では30人ですね。参議院選では国政政党に返り咲き、そしてその先に堀江貴文、総理大臣、立花孝志総務大臣、爆破が止まらないということで、もう大津彩香なんかどうでもいいということでね、言っておりましたね。すごいなというふうに思いますが。ね。民粛党が消えた。まあ、国会議員ゼロなのが当然だよね、ということで、もう国会議員ゼロになっちゃって、ANN でね、支持率のことに民粛党がゼロになってたっていうから、まあ、もうなんか、ね、消えちゃってるっていうことで、言われておりましたね。まあ、それがすごく大事なんですよっていうことだったんですけどね。もうめちゃくちゃ言ってるな、みんな。これに関してはいつも言わないけど。あ、そう、裁判の関係ですね。まだまだやっております。4月の15日からですね、損害賠償請求ということで、原告立花さんがね、やってることだったりとかっていうことを言及されておりましたね。はい。あと、なんていうのかな。未だに翼の党はですね、乙武さんだったりとか、他のね、界隈の、なんていうのかな、ところにですね、まあなんか、外線をかけてたりとかしてますけど、自分の政治活動をちゃんとやった方がいいと思いますよ。翼の党に関しては。今回少なくとも供託金払ってるわけじゃないですか。供託ライン割っちゃったらさ、そのお金って返ってこないわけだからさ、まあちゃんとやれっていうふうに僕は思いますね。それはさ、政治活動の一環、例えばなんだけど、そういった自分たちの活動、まあ、供託ラインを割らない程度に自分たちの主張をですね、それこそ小池百合子だったり、いやだから小池百合子とさ、乙武さんに対してやるんだったら、ね、今回も週刊文春でね、もうずーっとだんまり決めてる小池百合子に対して、例えばなんだけど自分たちの供託ラインを割らないレベルでね、そういう活動をしましたっていうんだったらまだ僕はわかるんですよ。そこに関してはね。まだわかるんだけど、なんていうのかな、本当に選挙を愚弄してるのって翼の党じゃないのっていうふうに僕は思ってしまうんですよね。なんか他の活動してますかってね、それぐらいしかないですよねっていう風に僕は思ってしまうんですよね、違うんだったらコメントくださいよね、皆さんね、翼の党は違うんだと、もっとこういうことやってるんだ、ああいうことやってるんだっていう話があるんだったら、ただ僕の目に届いてないっていうことは、少なくとも乙武さんと小池さんに対してですよ、少なくとも乙武さんと小池さんに対して選挙改選したっていうその事実しか回ってこないっていうことは、その程度の活動しかしてないっていう風に僕は評価しちゃってるんですよ。僕の方の目にまで触れるぐらいのね活動してるんだったらまだわかるんだけど、
そこまでやってないよね。で、なんかオープンチャットやってるとか、いろんな人たちね、参加してください。いろんな疑義が残ってる人たちのことについて私たちが聞いていきます。その活動に関しては僕は全然いいと思いますよ。ね、全然いいと思うし、それはやっていけばいいと思うんだけど、自分たちは立候補してるんでしょ？で、立花隆さんと、まあ、いわば相入れないっていう風に自分たちからしたんだったら、少なくともね、自分たちがやらなきゃいけないことぐらいはですね、ちゃんとやりなさいよっていうのがね、まあ、なんていうのかな、思っちゃいますね。それこそ、ね、なんていうのかな。だから、もうね、翼を党も、民筑党の界隈も全部一色単に評価されちゃってるよね。はっきり言うけどね。うん。自分たちは民筑党じゃないんだ。自分たちは全然違うんだと。ね。いう風に言うんだったら、じゃあもう民筑党から離れなきゃダメだよね。で、僕は思いますよ。ね。その界隈の関係について言及して一緒くたにされるのは嫌だっていう風に言うんだったら、ちゃんと離れてですね。自分たちは自分たちなりのですね、政治活動をしていけばいいと思うんですけど、なんかやってること、結局青白王子の一件から懲りてねえな、こいつらって。思われちゃってますよね。うん。いや、やることはいいと思うんだけどね。うん。小池さんに対して、例えばマイク持ってね、こうした方がいいんじゃないか、あした方じゃいいんじゃないかとかっていう風にね、言及していくのがいいんだと思うんですけど、それはいいと思うんだけど、なんか立候補してるからな立候補してるんだったらちゃんと自分のことちゃんとやろうぜっていうね、いう風には思ってしまいますね。あとなんか民筑党の公認らしいですね、根本くん。なんか、そういうツイッターのリプもらいましたね、僕は。まあどういう風に思ってるのかわかりませんけどね。はい。さあ、その次ですね。古谷さんが当選してということで、同じ N 党アンチのね、ヨギさんが落選しちゃいましたということで。まあ、ヨギさんに関してはもう別に N 党アンチって言ってますけど、最近ちょっと仲違い、まあ、最近まで仲違いしたけど、結構ね、仲良くされてますので、僕、ヨギさんに関しては別に何も言うことないかなと思いました。まあ、ヨギさんに関してはね、大津彩香と同様、仕事をろくにしなかったんでしょうか、しょうがないけどね。って言われてますけど。まあ、それもね、単純に市民の方々が決めることですからね、僕たちが口に出すことではないかなというふうに思っちゃいますけど、でも600票ぐらいは取ってるから、あと400票ね、頑張って、次のね、当選頑張っていただきたいなというふうに思ってしまいますがね。大津彩香さんに利用された橘さんを非難する人々ということで、通訳を騙された大谷選手と非難するのだろうかということで、まあ本当にね、人の本質を見抜くのって本当大変だよねっていうことはね、いうふうに思ってしまいますよね。アッキーさん、やばいよ、これ。はい。ということで、あ、そう、民筑党の代表者であるということで、小木津さんがね、言及されておりましたね。そう、山田武さんのことについても触れなきゃいけないね。まあ、界隈の人たちがですね、山田武さんのことについてね、言及することはすごくいいことだと僕は思います。で、もっと言うとですね、この界隈の疑惑についてはですね、ちゃんと、使用者責任としてですね、雇用じゃないけど、任命した大津彩香さんの人任ですよね。人を、任命した件ですね。それに対して責任者的なね、立場として何かしらのね、発表があってもいいし、ツイートがあってもいいと思います。だから、何でもかんでもね、ご飯のツイートだけ上げてたらいいってわけじゃねえぞ、と。プライベートの話ばっかりツイートしててもいいわけじゃねえぞというふうにね、言わせていただこうかなというふうに思っております。以上です。皆さんどうお考えでしょうか？コメントの方いただきたいなというふうに思っております。以上です。